どうもおはこんばんは、魔法陣クレクリ YouTube です。なんか昨日2000コイン2000円で買えるやつガチャが来てたんで、トレフカだけど、とりあえず引いてみました。ルーベンディアス、ルーベンディアス当たりましたけど、どうなんですか。てか足遅、ペース63はないよ。もうちょっと早くしてくださいよ。いや、めちゃくちゃ当たりなのかと思ったけど、でもこれは SBC 要因じゃないの。どうなんですか、ルーベンディアス。でも初めて総合値88みたいな 高レートの選手出ましたね、ルーベンディアス。これいくら、1万5000ぐらい。いやー、足が遅いから普通に試合出せるかって感じですね。いやー、でも高いよなー、2000円で。しかもトレフカっていう、このパック引く人いるのかな。てか、みんな引くのかな、このパック。裏になんか結構熱いの来てるんじゃないでしょうか。あ、これレンタルのシャビとヒーロー QL な、微妙、レンタルまで微妙じゃん。あ、キミヒ、キミヒパスがうまいって噂なんだけど、 QL。 いやー、でもレンタルだかな、どうなんだろう。あと TOTW のなんか変、誰だかよくわかんない人たち。あー、でもいいじゃん、チュアメニ、チュアメニいるし、チュアメニ結構高いんじゃないですか。レアオンもいるし、レアオン、レアオンなんか強いって噂なんだよね。結構このパックいいっすね、2000コインのパック。あ、でドラフトトークンももらえるし、トレフカだけでいいっすねって感じで来ちゃうんです。目標やってたらね、あの選手2名レア選手パックでジュアンカンセル来ました。トレフカ、トレカだったらよかったけど。これいくらだと思います。8万コインです。しかも今作から左サイドバックと右サイドバック両方ともできます。やった、当たり出たよ。結局さ、課金じゃなくて、なんだろう、無料でもらえる目標の作業でもらえるので当たるという流れ、そういう流れですか。さよなら、失礼します。